こんにちは、ブルーホースです。今日は心理学を交えた睡眠に関するお話をしていきます。まあ、よく眠るためのたった一つの方法ね。今ね、なんかスタンフォードの睡眠の仕方とか、いろんなこうね、睡眠協会を名乗って、いろいろとこうしたらいいよ、あしたらいいよっていう、こう、睡眠に関わるね、書籍を出したりとか、セミナーやったりとかしている人たちがいるんですけれども、まあ、中には、すごくいい情報があって、実際に快眠につながる方法を、ちゃんとこう、理論に従って、提供しているところもあるんですけど、未だにそんな嘘の情報を流しているのっていうような人たちもいますんで、今日はちょっと今まで本とかで見たことのないね、面白い方法をお伝えしていきたいと思います。もうここに書いてるんですけどね、人生の目的を持ちましょうということです。人生の目的を持つことが睡眠につながるのっていうことなんですが、ちょっとお聞きしましょうか。はいね、ちょっと面白い睡眠の質を上げる方法があるんですけど、まぁ、ちょっとこれに関しては面白いんですけど、ハードルは高めじゃないかなとは思います。まあ、ハードルは高い分やっぱり効果抜群っていうところなんですよね。で、これはノースウェスタン大学っていうところで行われた研究なんですけれども、高齢者の方に実験に参加いただきました。で、脳の働きがどのように変化するのかっていうことを調査しまして、事前に人生の目的はどんなものがありますかっていうことをアンケートを取ったんですね。例えば過去に自分がしたこととか未来にしてみたいことを考えるといい気分になりますかとか、自分にはこのために生きているんだっていう指針があると、もう一杯のビールのためにわしは生きとるんじゃみたいなね、で、そういうのがあるかどうかも踏まえて、自分の人生にどれだけ満足していますかっていうことをチェックしたんですね。その上で、アンケートの結果っていうのは、人生の目的を持っている人ほど睡眠の質が高い、そして人生の目的がある人ほど無呼吸症候群のリスクは減っていたという、そんな結果が出たんですね。だから人生に目的がある人ほどぐっすり眠れるという結論が出ました。特にそのご高齢の方々になられると、やっぱり睡眠が浅くなるというふうに言われたりしてますが、そんな中でも質が高くて無呼吸症候群のリスクも少ないと、人生に目的があるということですね。じゃあなんで目的があると睡眠に影響があるんですかっていうことを掘り下げていくと、人生の目的っていうのがあるのは、何のためにあなたは生きるのか、私は生きるのかって、そのことが分かってるからなんですよね。で、分かってるということは、どちらかというと人って何のために生きているのかとか、悩んだり不安があったりすると、心身ともに疲れてしまう傾向にあるわけなんですよね。で、寝ながら考え事をしていると、脳が働いている状態になっちゃうので、いつまでも寝ることができなくて、で、それをまたしかも自分の意識が飛んで、眠りに落ちている状態だったとしても、脳が働いたままになってしまうので、今度寝るまでの時間かかるし、しかも寝て起きてからもすっきりしないっていう状態なんですよ。ね、寝れないし、起きても寝た感じがしないし、でも最悪ですよね。で、そこに比べると悩みや不安ばっかり抱えている人と比べると、目的がある人はもう心身ともに良好な状態である傾向が高いんですよね。で、睡眠の質っていうのが上がるだけじゃなくて、もうこのために生きるから今日は一日やりきった、スーって寝て朝起きても、さあ今日かこのために頑張るぞって起きれるんですよね。で、睡眠質は当然高いだけじゃなくって、運動をしたり食事に気を使ったり病気に対する抵抗力も強かったりするんですよね。だから悩みや不安がないことで活動が活発になったりとか、リラックス効果自体もあると。リラックスしたら当然睡眠の質は良くなりますよね。ということなんですよ。で、これに関して注意点があって、じゃあ目的を持てって言っても、なんかね、目指すものが辛いものを掲げるっていうのは、これは NG です。なんかあるじゃないですか。会社から与えられたノルマとかが、こう自分の目的だと思ってすり替わってしまって、なんか全然やってても取り組んでても楽しくないみたいな状態ってあるじゃないですか。ああいうのは NG ですね。営業ノルマとか開発ノルマとかね。そんなんじゃなくって、あなた自身の人生に影響するような目的を達成するためだったら、どれだけ時間をかけても OK と。
辛さもしんどさも感じない。で、もう自然ともうその目的を達成するためにあんなことやりたい、こんなことやりたいってもう体がうずうずするという、まあ、そんな目的を見つけてしまえばぐっすり眠ることができる、心身ともに健康な毎日が送れるような状態になりますよということですね。うん。まあ、じゃあそれをどうやって目的見つけていくのっていうと、今日はそのお話ではないので、また別の機会に持っていきたいと思います。はい。直接、そういう話がしたいという場合はね、コメントとか残してみてください。はい。で、余談なんですけど、ね、巷で言われている8時間睡眠、なんか人間は8時間の睡眠が必要ですよっていうことが、なんかね、結構こう定説としてあると思うんですけど、これ実は根拠ないっていうことが分かりました。で、人によっては必要な睡眠時間っていうのはぶっちゃけ異なるんですよ。なんかさんまさんとかね、明石家さんまさんとかはもう2時間で俺は OK やねんとかね、レブロン・ジェームスっていうアメリカの NBA の世界ナンバーワンプレイヤーなんかに関しては12時間とか10時間とか睡眠をするっていうように言われてますしね。で、これっていうのは睡眠はとにかくね、寝てる時間がどれだけあるかじゃなくって、どれだけ質の高い睡眠が取れてるかっていう話の方がはるかに重要なんですよ。だからさっきの目的を持つことによって入眠までの時間も早くて、でかつ起きた時のもう起きがけの気分もスッキリしている、この状態を目指すのが大事なので、それは時間じゃないですよっていうことなんですね。でよく民間団体とかで睡眠の資格の講習取れるみたいなんですけど、まあ、あくまでカリキュラムで教わったことを横展開してるだけなんですよ。僕も何名かの睡眠の講座を受けたことが、僕自身がちょっとあんま睡眠の質良くないっていうのがあって睡眠受けたんですけど、なんか後でね、自分で論文とかを読んでいくと、否定されていることばっかり結構ね、平気でね、8時間は取らなくちゃいけませんよとかって言ってる人がいるんですけど、あ、この人たちはなんかカリキュラムで学んで、なんかあたかもそれらしいグラフとかを出して横展開してるだけなんだなっていうことが分かったので、そんな話っていうのはね、もう否定されているんで、ぜひ皆さんが勉強される際とか、こうセミナーとかを受けられる際に関してはぜひ気をつけていただけたらというふうに思います。ということで今日はね、睡眠に関する心理学のお話をしていきました。ということで本日の動画は以上となります。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。